Okay, with that out of our way, we're going to reach the midpoint, watching the sixth file. Let's see, salvage plan. 究極 AI アウラの喪失は第二次ネットワーククライシス、すなわちアウラの誕生に次ぐザワールド第二のパラダイムシフトだった。2011年から2014年まで黄金時代を謳歌したザワールドは、アウラの消失が確認された2014年末以降、まさに暗黒時代に突入していた。サーバーダウンなどの続発するトラブルは、ザワールドだけでなくネットワーク全体にじわじわと波及していった。その原因が究極 AI アウラの消失にあると知る CC 社上層部は、しかしこの静かな危機に際して再び野望を抱いた。すなわちアウラを人為的に復元すること。人間の手で究極 AI を製造し管理下に置くことで、時代のネットワーク社会のイニシアチブを取ること。それはまさにかつて2005年の第一次ネットワーククライシスの折、アルティメット OS を掲げてネットワークの覇権を制したアルティメット社および CC 社の夢の再来であった。こうしてプロジェクト GU はCC 社上層部の肝入りで正式に発足したのである。予算は無尽蔵、えりすぐりのエンジニアや AI 学者、その道の専門家たちで構成されたスペシャルチームだった。私、万象や純もまた CC 社の社員の代表としてプロジェクトの責任者となった。プロジェクトの目的はアウラの復元。こうして GU の RA プランは開始された。 RA プランとは、2010年のモルガナ事件でカイトの腕輪の力によって破壊され、データの海に散逸した8つのモルガナ因子をサルベージすることだった。モルガナ因子を一つずつバラバラの状態で PC データに封入することで、プレイヤーの手によってコントロールできるようにするというものである。これにはサンプルとなる先例があった。すなわち第一層スケイスに癒着していた空のプレイヤーの精神、および猫型の放浪 AI ミアに癒着していたと思われる第六層マハである。このプロジェクト GU において決して外すことのできない一人の男がいた。天城丈太郎。若干19歳にして経済産業省の知能情報部から CC 社に引き抜かれた超エリート。彼はまさに早熟の天才だった。私と天城は到底馬が合うというようなタイプではなかったが、結果的にお互いの知識と能力を補い合うような関係でプロジェクトを推進していった。私と天城は GU の両輪だった。しばしば年の差など関係ない激しい議論を交わしながら、私の心には天城に対する尊敬と嫉妬、軽蔑の入り乱れた不思議な感情が芽生えていった。私と天城はネットワーク内を捜索し、ついに散逸したモルガナ因子の一つを発見する。それはメイガス、通称増殖の因子であった。試行錯誤の末に我々はモルガナ因子を素体であるザワールドの PC に定着させることに成功した。そうして完成したプロトタイプはモルガナの8層の碑文から名を取って碑文使い PC と名付けられた。この時完成したのは増殖の碑文使い PC と呼称された。だが私と天城を含めてプロジェクトの誰一人その碑文使い PC を使うことはできなかった。その PC でザワールドにログインすると、耐え難いほどのめまい、吐き気、頭痛に見舞われるのである。モルガナ因子は
スケイスと空のケースのように確かに人間の精神と高い親和性を示す。しかしそれは選ばれた者に対してのみなのではないか。天城の推論はこうであった。モルガナ因子は定着するプレイヤーを選ぶ。どのような条件かは不明だが、モルガナ因子はある種の人間だけを認めるのだと。であればその8名の適格者を探し出すこともまたプロジェクト GU の重要な課題となる。天城の提言によってセキュリティ管理部内に適格者捜索チームが設けられ、ザ・ワールドのプレイヤーの洗い出しが始まった。この時空のプレイヤーがすでにザ・ワールドを解約していたのは不運であった。珍しい腕はしてるね。ちょっといい？ミア、まさか記憶が。私と天城は残り7つのモルガナ因子のサルベージを続けた。スケイス、イニス、フィドヘル、ゴレ、マハ、タルボス、コルベニク。このうちマハの因子は前日したネコ PC のミアに再び定着しているところを発見。ネコ PC を破壊することで摘出に成功した。そうして慎重に非分使い PC を製作していき、ついに8体全てが完成するに至った。あとはそれぞれの非分使い PC を適格者にコントロールさせ、モルガナ発想の力を発動することで天城によるアウラ復元プログラム RA プログラムを起動できるはずだった。理想郷への門、我々プロジェクト GU の目指す理想郷がまさに手の届くところまで来たのである。Alright, file 6 complete. Now for file 7. We're past halfway through all of these. Let's watch it.私、万象や順と天城城太郎は CC 社のプロジェクト GU においてモルガナ因子のサルベージを続けた。スケイス、イニス、メイガス、フィドヘル、ゴレ、マハ、タルボス、コルベニクの各碑文を回収し、8体の碑文使い PC を完成するに至った。あとは碑文使い PC をそれぞれの適格者にコントロールさせることで天城の発案によるアウラ復元プログラム RA プログラムを起動できるはずだった。それは大まかに言ってモルガナ発想の力をネットワークに解放することであった。しかし準備の最終段階になって私はモルガナ因子の再起動とその行使には恐るべき危険が秘められていることに気づいた。究極 AI アウラ誕生を可能にするほどの本来存在しないほどの力の行使はネットワークに巨大な歪みを生じてしまうのである。歪みとはすなわち半存在である。
かつてモルガナ事件の折、アウラがカイトに与えた腕輪の半存在として悪夢のようなクビアが生じたことがあったように。決着をつけるつもりなんだ。特別よ、最後まで付き合ってあげる。たった一個の腕輪が引き起こした歪みがクビアだったとすれば、八体もの非分使い PC が生じる歪みの大きさは一体どれほどのものなのか。まさに8つのモルガナ因子のサルベージは不本意な収集物となってしまう。望まれざる腫瘍のように歪みは生じるだろう。私はこれらの記号を天城に警告し、問題が解決するまで RA プランを凍結するように迫った。しかし天城は、前回の歪みはハロルドシステムの不完全なバグが引き起こしたものであり、自分が構築した RA プログラムでは起こり得ないと断言。私の懸念を一生に付した。天才ハロルド・ヒューイックへのライバル心と嫉妬に駆られた天城は、自らの能力を示すために RA プランの強行へと暴走していく。Boy, things are getting intense there with between those two. Oh, this one is on that guy, Giotaro. 私は RA プランに懸念を抱き、天城の RA プログラム実験に反対した。事態が取り返しのつかないことになるのを恐れて、密かに8体の非分使い PC のうち1体を抜き取り、自宅のパソコンに隠した。これには復讐する者の非分使い PC でありタルボスのモルガナ因子が組み込まれていた。一体でも PC が欠ければ RA プログラムは起動できないはずだった。非分使い PC の予想外の紛失に、しかし天城は動じなかった。なんと天城は私に内密でモルガナ因子のダミーを作り、彼オリジナルの非分使い PC を用意していたのだ。天城は非分使い PC の紛失が私の仕業であると察していた。そして私の不在を狙って捜索チームに選別された適格者候補者のプレイヤー8名のうち7名を集めて非分使い PC にマッチングさせると、自身はダミーの非分使い PC を用いてネットワークに接続、 RA プログラムの試行実験を開始した。この時が天城の人生の絶頂であった。究極 AI の復元に成功すれば、天城は天才ハロルド・ヒューイックと肩を並べることになる。そして究極 AI のコントロールに成功すれば、天城はハロルドをも超えることになるのである。それは未知数の遺伝学、私は知っている。天城はさらなる工事への人の進化を、自らの精神と究極 AI との融合を望んでいたのだと。
天城はまさに八つの見柱の要としてネットワークに偏在する神タラントを欲していた。結果として天城の思考実験は何もかもが不完全だった。クラッシュした RA プログラムは一瞬にしてザ・ワールドのゲームデータの8割以上を破壊してしまった。モルガナ因子の暴走に精神を巻き込まれた適格者候補者の7人は全員が意識不明。天城もまた重度の精神障害を負ってしまった。Damn. I don't know if the guy survived. Anyhow, time for file 9. Let's watch it. This one is rather short. Loss of Epitaph Users. Amagi の RA プログラム試行実験は失敗に終わった。RA プログラムの暴走直後に駆けつけた私は事態の収拾に努めた。しかし、かろうじて非分使い PC の一体を回収できただけだった。これはメイガスのモルガナ因子を組み込んだ増殖の非分使い PC であった。さらに実験失敗で錯乱した天城によって火災が発生。燃え広がった火は CC 社ビルの3分の1を焼失させる大きな被害を生じさせた。マスコミには火災事件だけが公表され、数名の負傷者が出たことになっている。不誠実の集団虐殺、悲惨な失敗の原因は何か。おそらく天城という男はザ・ワールドに対して真心がなかったのだろう。そして天才ハロルド・ヒューイックの亡霊に最も呪われていたのもまた天城であったのかもしれない。 RA プログラムの実験失敗と大規模な火災事故によってザ・ワールドのデータの8割以上が失われた。同時にプロジェクト GU の研究データも復元不能なまでに損壊。 GU は凍結され、私はプロジェクト失敗の責任を取って CC 社を辞した。 I mean, even this guy is the one that takes the blame. Feels bad. File 10. Here we go. Last day of the world. 天城城太郎のプロジェクト GU での実験失敗と大規模な火災事故によってザ・ワールドのデータの8割以上が失われた。 GU は解散。私はプロジェクト失敗の責任を取って CC 社を辞した。私は最後まで天城にもハロルド・ヒューイックにも勝てなかった。しかし負けもしなかった。万象や純のエンジニアとしての信念という心の槍は折れなかった。ほどなくザ・ワールドのサービス停止が決定された。 CC 社上層部の思惑は推し量るしかないが、火災によって大半のデータが破壊されたこと以上に経営的な思惑が働いたのではないか。すなわち現行バージョンの復旧作業に人員を投入するよりもかねてから極秘に開発が進められていた次期商品リビジョン2に前倒しで移行する良い機会であると。それは天才ハロルド・ヒューイックという亡霊とその遺産からの脱却でもあった。もっともハロルドシステムの解析は進んでおらず、ブラックボックスはリビジョン2にも取り入れられているはずだ。そうしてその日は訪れた。かろうじてデータの残ったタウンとエリアが
限定的に公開される中で、初代ザ・ワールドは最後の日を迎えた。私は所有していたプライベート用のキャラクターでログインした。マクアヌは静穏だった。ベネチアを思わせる街並みは美しく、運河はいつものように夕日を照り返していた。橋のたもとには群衆が集う。大勢のプレイヤーの声がこだまする大通りは華やかなフェスタの日を思わせた。夏の夜の夢のように。明日になればこの世界は失われる。名残と愛席の声は絶えず、 CC 社への怒りと叱責の声もまた、その日ばかりはシステム管理者の存在をはばからずに響いた。ジバージョンへのキャラクターの引き継ぎは行われず、彼らプレイヤーの分身である PC たちの命もまた今日限りなのだから。それでも彼らはタウンに集まった。仲間たちとの別れを惜しみ、ある者は再会を誓い、ある者は卒業を口にした。人気のない路地裏に佇み、私は物思いにふけった。アウラはどこに行ってしまったのか。岩戸に隠れたアマテラスのように、彼女が失われてからあの黄金のように輝いていた4年間は音を立てて崩れていった。神を喪失した私たち人間はもがきあがき続けた。プロジェクト GU という新たな神下ろしの儀式はしかし炎についえた。いつの間にか夕日の逆光の中に立った幼い少女が私の PC に囁いた。サフラン色の髪をした素足の少女はそっと私に囁いた。最後のささやきは風に流されるようにして消え、幼い少女の姿もまた幻のように失せていた。私は立ち尽くしていた。少女の言葉を理解しようと、そしてふと思い出した。明らかにイリーガルな姿をした今の少女はホーロー AI ではなかったか。そして私が知るアウラの姿とどこか印象も似通っていた。ザ・ワールドは終わるだろう、世界は終わるだろう、その確信を伏せたまま次の世代へと受け継がれる。美しき統一の世代、人はいつもそれを望む。だが皮肉にもこの心地よい混沌こそが最もザ・ワールドらしいと感じるのは私だけだろうか。今は全てが遅い。Wow, that was deep. I think we're only missing two then. Let's watch File 11. What's this one about? Ovan Korbunik the Rebirth. Oh boy.ザ・ワールド・リビジョン2の公開は2015年12月24日に行われた。この日をして女神の死と称する呼び名があるのは、アウラの消失を知らないはずの一般プレイヤーにとっても皮肉であった。ゲームデータの消失という予期せぬ事故から1年を経ずしての発売は、 CC 社の内情を知る私にとっても予想外の速さであった。あらかじめグラフィックデータ、戦闘システムなどの開発が進められていたとはいえ、メッセージテキストや
機関となるシステム部分はかなりの突貫工事で作られたはずだ。デバッグも十分ではなかった。そのためディビジョン2では公開当初からバグがしばしば発見され、頻繁なメンテナンスを行いながらネットゲームとしての熟成が進められた。非分使い PC はその大半が失われた。唯一 CC 社に残されていた増殖の非分使い PC は消滅したプロジェクト GU に代わってセキュリティ管理部で厳重に保管されているはずだった。天城の実験を阻止するために取り出しておいた復讐する者の非分使い PC は今も私のパソコンに保管されている。しかしいずれ CC 社は私の手元にあるこのタルボスのモルガナ因子の存在に気づくだろう。対処を考えねばならない。残り6つのモルガナ因子は RA プログラムの暴走によって非分使い PC から分離し、再びネットワークの海に紛れ込んでしまった。プロジェクト GU が消滅し、天城は再起不能。私も CC 社を去った今、世界のどこかにいる敵格者がザ・ワールドにアクセスし、かつて PC 空のプレイヤーがスケイスと癒着したように、偶然にも非分を引き寄せることがない限り見つけ出すことはできないだろう。すなわち反存在クビア発生を回避するという私の目的は結果的に達せられたのである。ザ・ワールドと天城丈太郎、そしてハロルド・ヒューイックに関わった私に課せられた最後の使命は、非分使い PC の一体タルボスを隠匿すること。そして CC 社の外部からモルガナ因子の存在を監視することであった。しかし事態は悪い方へと展開した。オーバン、あれは最短の非分使い PC だ。どうやらオーバンはすでに行動を開始しているようだ。彼はギルドを作った。把握しているメンバーはサキサカ、リーセット、ゴード、そしてシノ。ギルド名は黄昏の旅団。彼はハロルド・ヒューイックや黄昏の碑文のことも知っているのか。一体どこで情報、あるいはモルガナや究極 AI アウラのことまで。 PC オーバンの左腕には不可解なデータが確認できる。あれは一体何だ。あの男はまるで化け物のようなデータ容量を宿している。誰でもいい、オーバンを止めてくれ。全てはオーバンだ。繰り返す、全てはオーバンが握っている。あの男は動乱への導き手となる。 Oh no, Ovan, please don't do anything that could destroy the internet or something like that. Anyways, it's time for file 12. Let's watch it.To my sister. 妹へ。君に渡す最後のプレゼントがこのような形になることを許してほしい。今の私が君と直接会うのは危険すぎる。しかし聡明な君であればこそ私はこれを託したいと思う。私のパソコンに用意された PC を使ってネットゲームザ・ワールドにアクセスしてほしい。それは君に新たな人生を切り開くことになるだろう。それからの選択は君次第だ。願わくは君の正義と信念のためにこの運命の道を進んでほしい。
君は的確者なのだ。Oh no, this is Spy's brother. I forgot, I completely forgot about this. 年の離れた兄弟だった。幼い頃に別れた君は昔の私のことをほとんど覚えていないだろう。しかし私は昔の君をよく覚えている。その後の君の活躍も。最後に一目会えなかったことが心残りだ。これからの君を見守ることはできない兄を許してくれ。レイコ、たとえ両親は別れ他人となっても、私と君が兄弟であることは永遠に変わらない。君は私のかけがえのない妹だ。 Well crap, that was intense, this last video. You can feel the emotion on that guy's voice. Okay, sorry about that. So, private, this we already saw this. There's not that much information here, and there's the staff. It's basically credits, I assume. So I'm going to let it roll just for the sake of it. And once the credits are done, I'm going to return and talk to you a little bit more. And this is basically we only have one episode left or something like that, because the next one will be us watching the parody mode or whatnot. Those episodes are really short, like 1 minute or two, if I read correctly. I could be mistaken, but I think that's what they're about. And there's only a handful of them, so probably it won't even have half an hour. I could be completely mistaken though, but that's what I think. Anyways, I'm just going to leave this roll. I don't think it's going to be that big of a credits roll. So I'll be right back. See you in a jiff. Well, I think that's that. I don't see any more text coming up, so yeah, here we are.
finishing the credits to you, and that's that. So exit, it will save and close the OS. Yes, let's save. Save complete. Anyhow, I really hope you enjoyed. If you don't, forget to rate, comment, and subscribe, and we'll be seeing each other next time. Until then, bye-bye.